こんにちは、ベーシストの堂野です。突然ですが皆さん、楽器のレッスンって受けられたことありますか？レッスンに興味はあるんだけれどっていう声がすごく多く聞くんですけれども、その一方で、誰かに習ったことがあるっていう方、そっちすごく少ないように感じています。レッスンを受けたことがない方にとっては、レッスンで一体どういうことをしていくんだろうとか、受けたからどういった効果が出るんだろうって思われる方すごく多いかと思います。で、僕自身もレッスンって受けてみたいなと思ってから実際に受けるまで何年間も時間を無駄にしてしまいました。初めてレッスンを受けてからは、これまでに4人のベーシストの方にレッスンを受けてきました。で、最近ではこうして自分自身も YouTube で情報を発信したりだとか、対面式またはオンラインでレッスンを行ったりしています。最近では大阪以外にも東京とか名古屋とか福岡、いろんな地方の方にレッスンをさせていただいています。で、そのレッスンを行っていく中で、もっと早くこういうことを知りたかったとか、すごく時間を無駄にしてしまったっていうエピソードをよく聞きます。僕自身もベース習っていた中で、なんでこんなことに気づかなかったんだろうっていうことすごく分かります。何年間もずっと悩んでコンプレックスに思ってたことが、なんかほんのポロッと出た一言、先生がポロッと言った一言で改善されて一気に上達したっていう経験もあります。こうして自分が指導する立場になった今、習ってきた立場、教える立場、両方の立場からベースのレッスン、あるいは楽器のレッスンってどうなんだろうと改めて考えてみた、メリットを考えてみた、その紹介をしてみようと思います。ではそれでは本編に入っていきます。まず最初に結論から言います。私は楽器のレッスンっていうのはなるべく早く受講するべきだと考えています。もちろん必ずレッスンを受けなければいけないっていうことではありません。これまで僕が習ってきた先生の中でも誰にも指示したことないっていう方もいらっしゃいますし、友人でプロでバリバリ活動している方でも誰にも習わずに独学でずっとしているっていう方もいらっしゃいますけれども、私たち凡人にとっては、レッスンを受けるっていうことのメリットは非常に大きいものがあります。それをお伝えしていこうと思います。私が思うレッスンのメリット3つ挙げてみます。まず1点目、当たり前かもしれないです、すごく分かりやすいところですけれども、効率的に成長できるっていうところ。2点目に自分の世界を広げてくれるっていうところ。3つ目に現実を直視させてくれるっていうことが挙げられます。それではそれぞれについてお話をしていこうと思います。まず1点目の効率的に成長できるっていう点について、これがおそらく皆さん一番イメージされるところではないでしょうか。レッスンされている先生のこれまでの経験とかノウハウ、蓄積されたものをうまく使っていただくことで、自分自身で独学でコツコツ成長していくよりも一段飛ばしに成長できるっていうのが、このレッスンの一つの大きな魅力です。さっきも言ったように、自分で何年も困っていたことが先生の一言で解決したこともありますし、あるいは自分で練習していたがために変な癖がついてしまっていて、それが足を引っ張っていた、で、それも指摘を受けて改善に取り組むことですごくプレイが楽になったっていう経験もあります。このように知識のある方から練習を見てもらうということで、練習成長を効率的に行っていくっていうことができると考えています。また副産物的に生まれてくるものなんですけれども、レッスンを受けることで、例えば月2回だったら2週間に1回ぐらいこうレッスンの日がやってくるわけですよね。その日が近づいてくると、あ、そろそろレッスンの日なので、ちょっと課題の復習をこれまでよりもちゃんとしないといけないなって、こうちょっとサボる癖っていうのがつきにくい、そういった副産物のメリットもあると考えています。続いて2つ目に、自分の世界を広げてくれるっていうところの話に移ります。これがどういうことかというと、教わる先生がこれまでに経験してきたステージとかですね、こんな仕事をしたよとか、こんな人と一緒に演奏したよとか、その時はこういうことがあったよっていったようなね、自分自身では得ることができない経験を情報として教えてもらうということができます。例えば誰々のレコーディングではこういう風にやってたとか、あの人はこういう練習をしてたみたいだよみたいなことを先生から教わることもあります。こうした何気ない一言でハッとさせられたり、それに対して強い憧れを持ってモチベーションになって練習をどんどん進めていくっていうこともありますし、自分の知識を増やしてもらえるということで世界を広げてもらえる、すごく効果的なレッスンの一つだと考えています。で、またその人の経験だけじゃなくてですね、世の中にはこういったプレイヤーがいる、こういったベーシストがいるとか、こういう CD があってこれ素晴らしいよ、聞いてみると勉強になるよとか、誰々のソロをコピーしてみると君にとってはいいかもねといったような指導を受けることもあります。で、こういったものって自分でこう、今だったら YouTube とかね、 Apple Music とか、そういったものを使って探索していくことはできるんですけれども、有識者の方から教えてもらって世界を広げるというのは非常に効果的だと思っていますので、それも有効なレッスンだと考えています。続いて3点目なんですけれども、現実を直視させてもらえるということです。
で、これがですね、自分があのレッスンを受けた中で一番良かったと思っていることなんですけれども、レッスンを受けていく中で自分と先生が一緒のフレーズを練習するというか、先生にフレーズを教えてもらってそれを自分が聞くで練習するっていうような場面って結構これまでにあったんですけれども、簡単なフレーズでもこう先生が弾いたものと自分が弾いたものってすごくクオリティの差が出るんですよね。同じベースラインを同じように弾いてるはずなんですけれども、そこの音質であったりとか音か、まあ、間の取り方であったりとか、そういった基礎の力の差をこうまざまざと見せつけられるっていうのがレッスンの一つの大きな魅力だと思っています。レッスンを受けた時、僕もある程度ベース歴が長かったので、自分自身では全然弾けてるつもりで行ってたんですね。で、あの宿題でこのフレーズコピーしてきてって言われてコピーをして、で、向こうでしょって言って弾いてみても、実際は全然弾けてるつもりなだけで弾けてなかった。実際に先生が演奏しているものと自分のを比べると、まあ、雲泥の差があって、ね、そこには何が足りないかっていうのを指導を受けて練習をして、よりクオリティを上げていくっていうことを経験することができました。これは非常に良かったなと思っている経験の一つです。ここまででレッスンを受けることのメリットについてお話をしてきました。じゃあ逆にデメリットってどういうものがあるのか、2点デメリットについて挙げてみようと思います。まず1点目のデメリット、まあ当たり前のことではあります。すごくわかりやすいことなんですけれども、お金がかかるっていうことが1点目のデメリットです。レッスンって受けるときに、まあ1時間あたりいくらっていう金額でお支払いすると思うんですけれども、大体私の周り、大阪だったら1時間あたり5000円から8000円ぐらいが相場になります。5000円から8000円ぐらいの月謝でお渡しする。で、プラス、あの場合によってはスタジオ代とかが変わってくるっていう形ですね。で、5000円とか8000円になると全然安い金額ではないですし、受けるのにちょっと躊躇してしまう面もあるんですけれども、まあ頑張れば支払えるなぐらいの金額じゃないですか。で、僕自身もその金銭的な理由でなかなか受けれなかったりっていうことも過去にありましたし、ちょっとその難しく思ってしまうところもあると思うんですけれども、いざ受け始めると、まあ、費用に対しての効果っていうのは非常に大きいので、そんなに高い金額ではないなと思うようになってきました。で、特に会社員、働きながら楽器を弾いてるとか専業主婦の方で、まあその家事の一方で楽器を演奏しているっていう方にとっては、その限られた時間の中で練習をして、まあ、楽しく演奏することが必要になってくるわけですよね。で、レッスンを受けるっていうことは、その短い時間の中で楽しく演奏したい、でもどんどん成長したいっていうふうに考えている。そうした場合には、まあお金をかけてでもより急激な成長を見込んでレッスンを受けるっていうのは非常に安いなというふうに考えています。次に2点目のデメリットについてお話をしてみようと思います。2点目のデメリットは、受講する講師についてです。で、こういろんな講師が世の中にはいるわけですよね。で、あの教え方も本当に様々ですし、性格も様々ですし、レベルも様々です。例えばむちゃくちゃスパルタで毎回課題がたくさんあって、それをちゃんとしてきてレッスンをするっていうタイプの方もいれば、ああまあまあいいよいいよっていうふうにちょっとゆるくですね、あの楽しくっていうふうにレッスンをされるっていう方もいらっしゃいます。で、また別の観点でいくと、すごくロジカルにこうがこうでこうだからこういう練習をしましょうっていう話をするタイプの方もいれば、あの自分が演奏するからそれを見て感覚的に盗んでくれっていうタイプの方もいらっしゃいます。僕自身は感覚的にこう教わって理解するっていうのがあんまり得意ではないです。まあ、どちらかというとこう論理的に考えたいタイプの人間なので、感覚的になんかこう感じて真似してって言われてしまうと、ちょっとそこにエネルギーをすごく使ってしまうんですね。なので本当に自分に一番合っているのはロジカルに話していただけるタイプの先生だと思っていますし、自分自身が教える時も感覚的だと受け取れる方が限られてくるので、そうではなくて、まあ、言葉でできるだけ話すようにっていうふうに、言葉でうまく伝えられるための方法を考えるっていうふうに、取り組んでいます。でも逆に中にはその言葉なんかいらないので、そのフィールを出してくれ、それを自由に盗むっていうタイプが肌に合ってるっていう方もいらっしゃいますし、本当にそこは人の得意不得意なので、どちらがいいっていう話では全然ないです。そういう意味では実績があって素晴らしい演奏をされる方であっても、教える、こういった、ポイントにおいては相性が悪くって、せっかく実力がある方のレッスンを受けたのに自分自身が成長できなかったっていう話も中にはあります。なので、そういうことに関しては、まずはそのレッスンされている方の体験レッスンを一度受けてみて、自分の感覚と相手の感覚、そのレッスンを教える、レッスンを受けるっていうところにおいての相性が良いかどうかを、受けてみた上で、レッスンを続けるかどうか、実際にレッスンを始めるかどうかっていうのを、判断してみると良いかと思います。はい、では今回の動画ではベースのレッスン、楽器のレッスンについてお話をしてみました。振り返ってみると、まずメリットだと思うところは3つ。1点目に効率的に成長できるっていうこと、2点目に自分の世界を広げてくれるっていうこと、
3点目に現実を直視できるっていうこともありました。逆にデメリットとしては1点目にお金がかかってしまうっていうところ、2点目に講師との相性について紹介をしてみました。いい先生に巡り合って自分自身の演奏の質を高めていくっていうことは音楽をしていく上で非常に幸せなことだと思います。まずはいろんな教室とかですね、いろんな方がされている体験レッスンを受けてみて自分自身に合っている人を探してみるのが良いかと思います。私自身もね、別のレッスンを行っています。オンラインで対面式どちらでもやっています。もし興味を持っていただけている方いらっしゃいましたら、ぜひ、メールもしくはコメント、あるいはツイッターとかの DM でも結構ですので、ご連絡をいただければと思います。お力添えする準備をして待っております。それでは今回の動画はここまでになります。今ですね、この動画が良かったって思う方、グッドボタンや、チャンネル登録、コメントを、お待ちしています。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。他にもですね、いろいろな動画アップしていますので、ぜひ動画一覧からご確認ください。ありがとうございました。